難でしたね。でも川城道場で修行をこなせば小石たちも強くなっていくと思います。鍛錬が足りないと指摘されるのもそういうこと。まだまだ最初はチュートリアルですから、そうそう焦るものではありませんよ。本編でさっさと進みたい側かもしれませんが、作る側としてはチュートリアルもしっかり目を通してもらいたいなと思うんですよね。ではチュートリアル後半戦にドドーンと参りましょうか。チュートリアルの時点で好き勝手にしてるとなんだかやりたい放題だと思われますが、そんなの気にしちゃ負け。人生、楽しんだもん勝ちですから。え、どこもかしこもチュートリアルじゃない？この稽古隊いいんだよ。ふぅ、やっと解放されたわ。まさかあそこまで厳しい修行だと思わないじゃない。あんなの滝に打たれるというよりも激しい修行だし、下手したら命を落とすこともあり得る。人間がすればなおさらね。妖怪であってもスパルタだし、鬼軍曹の鬼トレーニングだわ。でもでもも虹がしてくれたおかげで、なんだか気力というのかいい運動ができたような気がする。そういえば最近、朝のランニングとかしてないわね。これから再開でもしようかしら。おっと、そうだった。前回はミケを購入したわ。物として買ったんじゃなく契約ね。一家に一台よりか一家に一人が正しいかも。前回の霊夢の発言をここで訂正しておくわね。それじゃあ今回は残りの2名だっけ。ワカサギ姫と高根がいたわよね。その子たちを変えましょう。何か役に立てると思うのだけど。ちょっと待って。ねえ、見て。右上、私たちが所持しているゴールド。確か1980ゴールド溜まっていたのだけど、なぜか500も減ってるわよ。なぜ？いや、貯金管理は私がしていたわよ。しかもこのゴールドをこのシリーズ以外では使用しないようにしていたはずなのに。どうしてこうしてた？記憶もないぞ。は。まさか、わかったわよ。ゴールドに飢えているなら使ってしまおうと考える。やつがね、なんだかそんな感じがする。なおさらミケにゴールド増加の恩恵はいただいたものの、乱用してはならんとなっていたことが、霊夢。どうやら動画外で何か購入したはずだ。霊夢以外に考えられないし、逆にマリサはお金に興味ないし。まったく、動画外だからといってプライベートものに使われるなんてたまったもんじゃないわよ。ゴールド入手なんて、そうそう簡単と言った割にそうでもないのに。今、話している時点でも増えるかどうかだし。ああ、霊夢を頼ろうとしてもお金を勝手に使われちゃ、いつかそこを尽きるだけだ。頑張って管理しようっと。まあ、そんなことはいいとして。この残りの1480ゴールドで絞ろう。最悪、また貯めて買えなかった方を買えばいいだけの話だし。それじゃあ、早速カタログを開こう。どうやらいつでもどこでもカタログを開けるようにしてくれたらしいわ。科学の力ってすげえ。高根とワカサギ姫の2名。どっちを購入しようかな。ワカサギ姫は800ゴールドと安い。じゃあ、今、これくらいで買えると思うし、高根を買おうかしら。高根は一体何をしてくれるのかしら。ていうか霊夢、まだ帰ってこないのよね。どこで何をしてんだか。高根を購入した。やあ、高根。カタログを使って購入したわよ。毎度おきに。小石班、高根班を頼るということは珍しいですな。高根班として誰かに頼られることなんてそうそうなかった気がするし、根室班に教わる前は一人で途方に暮れそうになっていたんや。そうなの？ニトリに頼っているイメージがあったけど、あなたなりに迷っているところがあるんだね。そいつは初耳だよ。せやせや、こう見えても何でもできるなんて誇りに思えるほどの一人前でもないんや。だからそこんところはお願いされてもな、高根班としてどう答えていいかわからん。人生の先輩かもしれない小石班に助け舟を出したいところや。全然人生の先輩でも何でもないけど、私にできる
ことか。ねえ、高根って道案内って得意じゃない？あの妖怪の山だって根室さんに教えてもらって網羅したんでしょ。せやな。妖怪の山に来た時は山わらわのくせしてどこへ歩めばいいかわからんかったさ。ネムの藩がいてくれたからこそ知り得るもんも知り得たんや。それがあるから感謝しきれないくらいしたいんやな。で、高根藩が観光案内みたいなことをしろかて。そんなこと、したことないな。すればいいじゃん。いい機会だよ。それに高根はコミュニケーション能力があるからさ、話しやすいわずだよ。あなた、城内でもおしゃべりさんと聞いているわよ。うん、小石藩に聞かれておったか。でもそれを自慢できる自信はあるんやわ。小石藩の言う通り、案内ができれば高根藩、ちょっとは頼りにできるかも。でしょ。ものは試しよ。絶対にできると思うから。私が保証するもん。カタログで購入した人物によっては今みたいに悩みや相談を投げかけてくる場合があります。こういう時は小石、霊夢、マリサの3人で話し合いを進めて解決していきましょう。時には一人でそのような悩みや相談を解決に導かなくてはなりません。解決すればゴールドが大量にもらえます。そうだ、正義の味方はお金が欲しくて仕方なくやっているんだ。同じく同感。なんでやねん。つうか、はよ帰ってこい。報酬として700ゴールドを手に入れた。楽しかったわー。ごめんね、お留守番させちゃって。その前に霊夢。私に何か言いたいことは？え、何かしら。っていうか何もしてないわよ。何聞いてくるのよ。勝手にゴールド使っておいて抜け抜けと帰ってきてんじゃないわよ。フリーダムすぎるわよ。そんな調子でこのゴールド使いまくったら今後の展開で詰んでしまうんでしょう。え、いや、その、ちょっとくらいじゃない。ミケが恩恵くれたわけだし、減るもんじゃないし。お金は減ります。もう金輪際使わないように私がしっかり確認するわよ。使いたければ私に許可を取るように。ああ。本当だ、現在980ゴールドになってるちょっと、小石が勝手に使ったんでしょ。500ゴールドを動画外で使ったやつに言われたかねえよ。とにかく、今後は私が管理するから、あなたに管理させたら、あっという間にすっからかんになっちまうわよ。そんなの勝手に決めつけないでよー。小石のドケチ。おやおや、何やら揉めているようですね。でもそんな話はさておきますか。川城道場では足りないと思いますかね。え？うっふ、山目というものだよ。どうやら君たちにある素質があるんじゃないかと睨んでいるんだ。だからさ、ぜひとも山根のショップで取り扱っているものを君たちに宣伝というか紹介したいわけさ。なんか変なの来たわね。素質なんてないわよ。小石がしたという川城道場もどうでもいいけど、何ができるっていうのかしら。ぬっくっく、それを教えるために来たんだよ。簡単に言うとね、川城道場では修行できる、でも山根がサービスするところでは君たちにダンジョン攻略に必須となるスキル強化を与えられるよ。だからダンジョン攻略って何なのよ。なるほど、要するに強化できるってわけね。そいつならぜひともしてみたいわ。そのダンジョン攻略に活かせるんならこのチュートリアル段階でしておけば本編に突入する前にあらかた整えておけるし。お、興味があるなんて。山根さん、大歓迎だよ。特にアイテムも必要ないし、今回ばかりは無償でさせてあげるよ。霊夢がそう言うのなら、特に悪影響を及ぼすほどじゃないみたいだし。山根は独自のサービスを使って小石たちをサポートしてくれるぞ。なんとダンジョン攻略に必要となってくるスキルを強化してくれるの。スキルとは小石たちが持っているいわゆるステータスで、一定の条件を満たすとそのキャラはさらなる強化をもたらします。そうなるとそのキャラの独自のサイドエピソードが解放されます。今回は山根の爪パックサービスを使ってチュートリアルしてみます。サイドエピソードとはそのキャラの独自の短編エピソードです。以降、山根のスキル強化サービスを受けるにはあるアイテムを入手しなくてはなりませんが、今回は紹介を省きますね。あ、それと、50ゴールドを手に入れた。あれ？キツネじゃない？どうしたの？霊夢はちょっと用事で出かけたそうだけど。小石さん、こんにちは。霊夢さんではなく小石さんでもいいので相談したいことがあって。何かしら。何でも言ってちょうだい。お話聞くわよ。実は私、応接かって。いえ、
それは大げさですが、貞子に、貞子さんに憧れていて。貞子？なんて怖いものを。よくそんなのに憧れるわね。そうですか。貞子さんはすごいですよ。あんな迫真な演技、一目惚れです。それに憧れて、私もやってみたくなって。キツネが、でもキツネ、わかっているかしら。あの貞子はもっと怖いのよ。あなたなんて子供から可愛いなんて言われてるし、鶴で落としだし、会員も異なるのよ。それはわかってます。でも私もあの貞子さんみたいなものを作りたいんです。そこで強力な助っ人、小石さんが私のために何とかしてくださると。話が進みすぎだよ。つうか、そんな映画とか下地を撮影できる技術なんて備わってないわよ。私にできるのは動画の編集くらいだし。じゃあ、その動画でもいいから作ってくださいよ。私、井戸に似合うと思うんです。井戸が好きですし、貞子も井戸から出るでしょう。だから私もしたいんです。たとえ怖くなくても私ならできる。言い切るわね。でも確かに、あなたに似合うもんね。今の時代怖さが重要じゃないしね。キツネがそんなものに憧れるなんて今まで想像につかなかったわよ。だからこその本領発揮です。お願いします。井戸に似合う私をどうか、映画のように、見せてください。ふん、聞き捨てならない言葉を耳にしたようぜ。それはどうかな。わしが試してやる。お主らの本気をな。わしのお菊さんにはかなわないけ